平成26年8月26日、阿蘇市と阿蘇市社会福祉協議会は、大規模な土砂災害に見舞われた広島市へ、防塵マスク4800枚を支援物資として発送しました。このマスクは、平成24年の九州北部豪雨で阿蘇市が被災した際、購入して保管していたものです。このマスクにつきましては、支援活動を進められる方、または行政関係の方々、非常に現地は阿蘇市もそうでありましたけども、環境がですね、ゴミ、ほこり、粉塵と非常に激しいんじゃないかということで、いくつあっても必要なものでありますので、今回、防塵用のマスクをですね、ボランティアセンターの方に送らせていただくようにしております。支援物資は27日午後、広島市安佐南区の災害ボランティアセンターへ到着する予定です。また27日夜には阿蘇市民の有志と阿蘇市社会福祉協議会職員の約20人が災害ボランティアとして広島市へ出発します。